ありがとうございます。なんか元気そうバリ無責任なこと言ってるけど、富良野、小樽、函館、あ、全然読めた。愛称読めへん。毎日可愛くて助かってます。よかった、人助けれた。そう、しおんちゃん、しおんちゃん北海道出身なんですよ。来週のグループ話から初めてもちゃんとお話するんですが、どんな感じでお話すればいいんでしょうか。私のお話し会はほんまに多分友達と話してる感じで全然いけます。みんながどんな感じでお話し会してるか知らへんけど、私はほんまにこんな感じ。やば、ね、無理無理、なんか難しい感じいっぱい来てんけど、やめてやめて。ぐちやす、のさふみさき、きれんうりは、モネちゃんは元気ですよ。高3やから就活してんの？え、高3って就活するんですか？やばくない？頑張ってください。そっか、就活とかする時期ないよ。なんか私が握手会まだしてた時に人めっちゃ増えてきたなって思った時があったんですけど、大体その時ってもう就活するから来れないんだこれからとか、私結婚するからもう来れないのとか、僕結婚する彼女できたからもう来れないんだとかありましたね。思い出したわ今。ももっちです。私もっちって呼ばれてること多いんかな。握手会行ってたけどお話し会全然参加できてないって。そうやな、多分お話、握手会来てくださった方がお話し会来てくださってる方はそんな、どうなんやろな。私美白じゃないよ、ことちゃんと並んだら真っ黒ですよ。日焼け止めめっちゃ塗ってるし、日傘はずっとさしてますね。就活ってお金いんの？って初耳やねんけど。わあ、NMB になりたくて8期生受けますって。皆さん応援してあげてください。頑張る。8期生はね、1期生がいなくなった NMB からするとすごい注目が増すんじゃないでしょうか。嬉しい、みんなが可愛いって言ってくれる。頑張ります。髪トゥルトゥルだね。やった、月一でトリートメントしてます。トリートメントおすすめ。8月27の公演妹と行きました。あー、覚えてる。ありがとうございました。私覚えてますからね、ちゃんと皆さんのこと。道民保育士って何ですか？20歳の方も、あ、保育士やけど8期受けるよって。やばいね、すごいよな。今までさ、やってたのすごいよ。福岡なの。プレゼントね、そう、まだ受け取れないんですよね。なんかさ、ファンの方がこれ絶対モネちゃんに似合うと思うから買って家に置いてるのって言ってくださる方とかめっちゃいて、なんかこのままね、ずっとプレゼント私のために準備してくださったのにさ、なんか受け取れなかったら申し訳ないよな。叶うかわからない自分の夢のためにお金をたくさん使うのってありだと思う？ねえ、めっちゃ深い質問。叶うかわからない自分の夢のためにお金たくさん、いい、だって夢
夢を持ってることがまずすごいと思います。私めっちゃ素敵、全然いいと思います。自分が無駄って思わなかったら全然良くないですか。かっこいいよ。ドリア少年のサンダル履く前に靴下履いてたら取らないとダメ。何何何方日本語難しいねやばい。じゃあ外国語いっぱいあるけど、ハローハロー。ウーバーの逆でモモッチがプレゼント回収しに行こうかな。そうするね、直接会いたいですよね。それな、モネちゃんが公演中ファンの人探してるの見るのが好き。そうバレた、私めっちゃ見てますよ皆さんのこと。本当はウイルス1週間ぐらいで壊れる。ウイルスって1週間で壊れるんですか。なんかいろんな説あってもう分からへんくなってきたね。ああドリアン少年の衣装に着替える前に靴下履いてたらどういうこと、そういうことあったっけ。ドリアン少年の衣装に着替える前に靴下履いてない方がいいと思います。やばい帰ってきた。この前のしだれ柳すごく良かったよって、ありがとうございます。恋愛ゲーム楽しみ。そうあの NMB48 であの恋愛リアリティショーゲームみたいなのが始まるんですよ。恋タコって言うんですけど、それが文字前登録始まってるので、ぜひ私を恋人に、恋人？恋人の前か、私と一緒に恋してください。コハちゃんおかえり、コハルが帰り、あおかえり。ここ上がれる？無理やなおもねちゃんおしめにしました。嬉しい。なんかもうめっちゃね、もうセリフの収録とかもあるんですけど、もうこれ言うんですかっていう恥ずかしいのとかあったよね。左柳って垂れ柳って言われてんの。振り付け難しい、全然覚えられへんかったです。締め会とか握手会再開してほんまにな、いやほんまに。だから私写真集今度発売させていただくんですけど、その時になんか会えるイベントできたらいいなってめっちゃ話してます。もし会えるイベントがあれば皆さん是非来てください。10月20日発売です、写真集お待ちしてます。ゲームのモネちゃんシビアやったらどうしよう、どういうこと。モネの踊り方好き、嬉しい、嬉しいんですね。それは明日大学受験なので応援してください。明日、明日ってまだ9月やで、早くないですか。頑張ってください、100点取れます。受験か、偉いな。9月にするもんね。お話し会も参加できてないし、公演も遠征無理だし、早くやる世の中になってほしい。もうさ、そうですよね。大阪じゃない方ってほんまに、だってライブも大阪やったし、全然、そっか、会える機会ないですもんね。久々に動いてるおもち見たけど、やば、ちゃんと配信しないとね、いろんなコンテンツで。明日仕事ですね。明日日曜日やって、すごいよ。みんなが休みの日に働くって本当にすごいです。頑張ってください私は明日あのお話し会からのトーク向上委員会じゃないわ、エピソードグランプリっていうのに出演させていただくので、DMM 配信で見れるのかな、ぜひ見てください怖いよ。
ちゃ緊張してるもん。ゆずちゃんとさ、やばいよな明日ってずっと言ってるね。劇場もそれもお客さん入れてやってるけどね、なんか怖かったりあるけどな。前の世の中に戻ってほしい。マスクしてなかった時が不思議ですよね、今になると。劇場待ってます。明日バイト前にマジ薄顔面でサイン会参加します。やろ。大丈夫、もうね薄顔面でも全然漏れるフィルターやからめっちゃいいですよ。あ、でもあれか、ツーショットは撮らへんもんな。パフォーマンスしてるとき大人っぽいけど、こうやって話してるとか、大人っぽいですか？レフィー、実習終わったらまた行くね。やっぱ皆さん忙しいんですね、シンプルに。偉い。2019年のライブ映像とか見ると逆に違和感出てきた。それね、わかる。なんかな、普通にコールとかしてることに違和感あるんです。私この前何見たかな、あーよっしゃ行くぞとか聞こえてきて、ってなった。今度メイクインスタライブしてほしい。もちろん需要があるなら全然します。多分ね前とメイク変わったかもね。いつものお話かより今日のが必要かった。やっぱりそうですよね。ちょっとそう、私もね、の使ってるメイク道具真似してたくさん買ったよ。嬉しい。そう、メイク道具自体は全然変わってないんですけどね。ね、ずっと英語でコメントしてくださってるのにすいません、読めなくて。めっちゃ変なこと書いてたらどうしよう。かわいい、モネちゃんの写真集のオフショットとか見て憧れてダイエット始めたって。やっぱ女の子のさ理想の体型と男性が好きな体型って全然違うから。全然今でも絶対素敵やけど、嬉しい。目標にしてもらえてるのが嬉しい。ありがとうございます。ビューラーってどうやったら綺麗にまつげが終わるの？私ね YouTube で見たんですけど、なんかビューラーってこの辺からやるじゃないですか、じゃなくてこのまつげをギャンって上げてこの奥まで入れなあかんらしい。でガッ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 って、で目頭はこのビューラーのこうあった時にここの幅を目頭に合わせてギャ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 って、目尻もこのビューラーのここに先合わせてギャギャギャって、だからいいらしい。モモネちゃんのツーショットの人気ポーズをしてください。モモポーズですね。これはファンの方と一緒にやってます。私のおすすめポーズ。今日もまつげギャンってやる。そう、まつげパーマしたんですよ。めっちゃ安かったですよ。上がってます。擬音語使いがち大阪人。写真集最低何冊買えばいいですか？もうね、私この質問よくいただくんですけどね、めっちゃなんていうのが正解ですか？こういう時アイドルって、アイドルからの質問なんですけど、
100万冊とか言ったらめっちゃがめつい。でも表紙は4パターン出るので4パターンも見てほしいな。1000冊1万冊。あ、アイドルっぽい。好きな気持ち分だけ買ってください。あ、いいね、アイドル、アイドル、いっぱい、あ、いっぱいって、あ、いいね、いいね、いいね。見る用、保存用、配布用ね、いいですね。ボルダリングも楽しかった。宝くじ1億円当たったら何しますか。1億円当たったら、自分の家を買います。一人暮らし用ので、全部家具とかはフランフランで揃えて、洗濯機とかも冷蔵庫とかも家電とかは全部いいやつにして、それで余んのかな。で、いいとこに住みたい。なんか都内とか都内がいいんか知らんけど、芸能人が住んでるようなとこに一人暮らししたいですね。絶対当たらんけどな。1億ってゼロ何個なの。明日モモネのうちわ作ったから持っていくね。モモネうちわ、私うちわ手作りしてもらうのめっちゃ好きなんですよ。なんか公式の持ってくださってるのめっちゃ嬉しいし、公式のをアレンジしてなんかハートのシールとか貼ってくださったり、スケブとか、あとツイッターとかで描いた絵、似顔絵とか送ってもらえるのとか、私そういうのめっちゃ好きなんですよね。描いたらぜひ送ってください。なんかうちわとかも流行りとかあるらしいですよ。一時期その普通のこのうちわあるやんかが透けるっていうの、透明に、その透明のやつの中に文字を挟むっていうので、周りにレースとかで囲って映えみたいな。最近光るうちわとか持ってくださってる。モモネで中にライトが入ってて、あれはめっちゃ日常とかになってもいいですね。目代わりでコスメ買ったんですか。え、買ってない、買ってない。買うって言ってたっけ。9点目代わりやってますよね。私は1個買って全部使い切っちゃった。こんばんは。チアは6年変えてません。卒業前使う。確かにここまで来たらいいですよね。光るチアね、すごいですよね。めっちゃいいよ。可愛いチア見たらっていうか、まず自分のチア見つけれただけでめっちゃテンション上がる。なんか逆に、なんか昔とかよくあったんですけど、もうなんか先輩のチアばっかりで自分のチア1個とか2個とかやった時に、逆に、あ、全然まだまだやなとか、1個もない時とかもあったし、なんか今はすごい恵まれてるなって思う。公園来てください。安田もねタオルとか持ってアピってる。嬉しい。アンチとの思い出お話ししてほしい。アンチさんね、アンチさん本当にさ、私卒業本当ほんまに悲しいんですけど、分かったですよ。私加入した時のアンチュさん愛、今も好きやけど昔の方がもっとよかった。まみちゃんと釣り合いしてたぐらい、どっちが先にツーショット撮るかみたいなバトってましたね。そう、毎回撮ってくださいって言ってたし、リセット公演の時に
これ前やったことあるんですけど、あの前座ガールズだったじゃないですか、レモンの年頃で。で B ポジションの人がその ABCD で4人でやるんですけど、 B ポジションの人がアンチュさんとマイク交換ができるんですよ。その頃はコロナとかなかったからさ、私が使ったマイクを次アンチュさんが本番で使うマイクで手渡しやったんですけど、そう、その時にアンチュさんマイク交換お願いしますって言いに行くのもさえ緊張してたぐらいやし、なんかアンチュさんと同じマイク使えるとかアンチュさんと喋れるとか、そう。でもなんかそこまで好きになったのはちゃんと理由があって、私は加入した時に、その時はググタスやったっけと、まあ、ツイッターとかアンチュさんされてたんですけど、ほとんどの SNS に私もう本当に私無名で、誰が知ってんねんこいつみたいな人やったんですけど、まあ、今は知らんけど、でやのに私のツーショット載せて安田萌音ちゃんって載せてくださって、めっちゃ優しくて、そうググタス、ググタスで合ってる？そうで、私ほんまにキモかってんけどな、全部アンチさんが載せてくださったやつはあのスクショしてた見つけた瞬間、そうそうそうとか、あとあのめっちゃ私が可愛いって思ったエピソードは、怒ってる、アンチさん可愛い、嘘やなそう、やばいやろ、恋してる乙女、そうやねんとか、あと南梅公園ってあったじゃないですか、昔で、私がもともとリメンやったんですけど、その時チーム M でアンジュさんと同じチーム M やって、で、その途中の後半曲のその南梅公園の衣装でそれぞれチームに分かれて衣装の色が違う時があったんですよ、 NMB2 で。それはもうポジション関係なくて、またいだこも M やったらピンク着るし B2 やったら青着るしって時に、私がちょうど休みでアンチュさんが公演出演されてた時に、ちょうどチームメンバーが一人やってアンチュさん一人だけやったんですよ。で寂しいからって私がそのいつもつけてたこのちっちゃいハットの髪飾りを、なんか寂しいからっておもちのつけるって言って、そのミニハットつけて公演出演されてたのが、え、めっちゃ可愛いって SNS で気づいて、それはもう私の LINE の、 あの背景にしてます、可愛すぎてこれは初めて言ったかも、バリキモい、めっちゃキモいことしてます、自分でも思うわ。でもぐらい私は嬉しくってキュンってした。っていう話でしたでも9月末やから、もうね、いなくなっちゃうのが寂しい。最後に一緒に公演出たいな、公演してるアンチュさんが一番好きですね、私は。うん、やばいよな、いやガチ恋よな、いやマジ